皆さんこんにちは、木の枝専門店谷口工務店代表の谷口博一です。このチャンネルは、これから家づくりをする方のために、いろんな、情報を、お出ししてお役に立てようというチャンネルでございます。今日はですね、弊社の、モデルハウスの、空調ですねについてお話をさせていただきます。この建物は全館空調になっておりまして、各部屋にエアコンがないんですね。自然の熱を取り込んで太陽の本来の熱を利用しながらそれを部屋の中に回すというね、 OMX というような設備を入れておりますので、それを今から説明したいと思います。で、まあ、こうまずリビングをざっと見ていただくと、普通ですね、エアコンね、壁についてるエアコンとか見かけると思うんですけど、ここはもうどの部屋も1個もついてないですね。すごく大きな装置がこの屋根裏、この上にあるんですけど、屋根裏に1台あります。で、それをコントロールするパネルがありまして、それがこちらですね。このようにこれ1台でもう全館の、温度が調整できると。まあ、ただ、各部屋何度という設定はできないんですね。この家が何度ということで、もう24度にすればもうどの部屋も24度になると、まあ、一見無駄のように思うんですけど、全く冷房してない部屋を今日のね、パワーで冷房する方が、無駄が出るというふうに言われています。家全体を常に、26度27度というふうに設定をしているので、意外とね、無駄がない。まあ、例えるとですね、冷蔵庫ですね。冷蔵庫って断熱がしっかりしてますよね。まあ、冷蔵庫、まあ、魔法瓶のような作りにしております。なので熱がこう逃げにくい基本的な仕組みになっているんで、家全部を、その冷房の温度する。で、冬であれば暖房にしておけば、意外とまあ省エネなんですよね。はい、まあ、春と秋は窓を開けて生活することあるんですけど、もう冬と夏ってほとんど実は開けませんよね、皆さんね。確かに。はい、窓閉めたまま、やっぱ虫も嫌だとか、ね、はい、いう話もあるんで、はい、エアコンつけっぱなしにできるというね、うん、まあ、そういうような、システムです。夜であれば、はい、室内よりも室外の方が涼しいんですね。はい、でそういうふうに温度差を感知すると、部屋の方が暑くて夏の夜だったら外が涼しいと、はい、そしたら自然と外の空気を、はい、自動的に入れるような仕組みになります。はい、そういうふうに常に温度制御してくれてる、まあ、非常に優れてる装置というのが OMX。 はい、じゃあ普通の家でいう、はい、エアコンのスイッチみたいな話になるんですか。そうです、これはもうエアコンのスイッチがこう1台ということになりますね。なるほど。冷房に関しては太陽の熱は逆なんで、屋根で温められた熱、相当な温度になりますよね。それを集熱して、で、お風呂の給湯器の代わりになります。なので普通給湯器というとガス使ったり電気使いますけど、自然の太陽の熱を利用して熱給湯器を実は備えているというような建物になります。で、年間を通すと結構省エネになるんですよね。自然の力を利用しながら、まあ、電気使うのを最小限にしていくと。で、まあ、一応太陽光パネルがついてるんで発電もすると、まあ、こんな仕組みです。はい、で、まあ、この上見ていただくとね、こここれ実はエアコンの吹き出し口ですね。はい、ここは冷房暖房出るようになってます。これは各部屋に、ダクトでねつながってます。そしたら、小屋裏にねその装置がありますから、ちょっと見てみたいと思います。通常であれば、こう壁にねエアコンついたりしてますよね。これが各部屋なくなって、大型の機械の装置がこの屋根裏にねあるんです。はい、ちょっと今から見てみますんでね。よいしょ。この上にですね、まあ、実は大事なものとかもね、ここで収納もできたりしますよね。そうです。はい、では、はい、行ってみましょう。はい、よいしょ。すごいですよ。どうぞどうぞ。
通常ね、この季節屋根裏上がると、はい、もうこの服では耐えれないぐらい暑いんですけど、これまあ見ていただくと、これ断熱がね、上見てください、発泡ウレタンと言いますけども、これあの工業用の冷蔵庫、業務用の冷蔵庫とかに使われてるあのウレタンなんですね。触っても熱くないんですね。はい、だから2階の部屋と1階の部屋もこの温度の環境は一緒なんです。基本的にね、まあ気持ちちょっと暑いですけど、これ暑いのは何かというと下からの熱が上がってきてるんですね。はい、という意味ですね。で、ここに大型のエアコンがついております。この四角のでかい。はい、これがエアコンです。そう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 。屋根から降りてでしょ。あ、え？屋根から一本太いのが。あ、これですか。あ、そう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 。はいはい、あれが屋根前面のパネルから空気を集めて、はいはい、あの下ろしてきてるんです。あれがすごい熱い空気が降りてきてて、はい、あの空気が夏であれば給湯器までつながってます。はいはい、で、お湯を沸かすと。で冬はあの空気を今度逆に床下に送り込んで、はい、部屋の暖房にする、床暖房にするという仕組みになってます。で今はもう夏なんで、はい、この大きいエアコンで冷房の空気をこのダクト通ってですね、うん、各部屋1階2階全部これで今送ってます。あ、はい、であそこでフィルターついてますけど、あそこで空気を吸ってくれてるんで、あこのフィルターをまた交換すると、はい、まあ、埃も取れると。これはもう OMX というあの仕組みになってます。各それぞれに1個ずつエアコンをつける方が値段的には安いんですけど、あのこうするとあの部屋の中もすっきりするし、まあ省エネにはなるということですね。金額的にこれはね、全部でこのシステム200万近くします。あ、じゃあ確かに各部屋の方が安いけど、各部屋の安いですね。でも電気料金的にいくとあのこちらお安くできます。自然のやっぱり熱を使ってるいうのと、全部の部屋が同じ温度で快適なんですね。だから暑いって本当に冷えるまでというのは、この壁とかこういうとこも冷やさないといけないんで、結構時間かかるんですよね、はいはい、それがもう常にこの一定の温度なんで、はいはい、そう時間かからなくて常に快適で、壁とか床とか天井の表面温度、はい、輻射熱っていうんですけど、はい、それが暑いと部屋の温度が低くても暑く感じます、はい、で冬であれば壁とか床が冷たかったら、室内温度が暖かくても寒く感じる。そういう意味でいくと常に冷やしてるんで、壁とか床とかの、温度が下がってるんで、はい、涼しく感じる体感温度ですね、という感じです、はい、で、まあ、このダクトがですね、はい、どのようになってるか、また下の方、はい、1階の方まで行きますよね、はい、でこれ、まあ、またリビング来ましたけど、はい、あそこからね、冷房暖房出てるわけですね。そう、すごく小さくてね、見た目もいいですよね、はい、エアコンの風がね、はい、直接当たるのが嫌いという方であればすごくこういいですよね。特に2階の床ですけども、2階の床からもこうやって冬であればね、はい、ここから太陽の熱で温まった空気がこの中をからふわーっと出てくると。これ、はい、はい、なのでこの床下にパイプというよりも、ここは床下の中で空気が流れてるんで、床全部が温まるということですね、はい、まあ、ここがね、家事動線で行くと、これ洗濯機ここに置きますよね、はい、で、まあ、お風呂入って上がって洗濯物を入れて、はい、ここで、着替えると、まあ、こういうふうな仕組みになってますけど、はい、この下も床下もこれ見ていただくと、ついてますね、穴開いてますよね、はい、でこっから冬であれば太陽熱の熱で温められた空気が床下に来て、ここから回ってくると。なるほど。で一回床下全部に暖かい空気が回ってるんで、はい、まあむちゃくちゃ暖かいわけじゃないんですけど、冷たくない。普通床やったら「あ、冷た」ってなりますけど、はい、冷たくないというのが、まあ、正しい表現ですけども、ここからふわーっとね、はい、出てくると。ここは寝室ですけども、はい、この寝室のね、床からもこう出てると。はい、基本もう全ての部屋が空調なんで、はい、この廊下も同じ温度なんです。真冬であろうと真夏であろうと、まあ、夏は冷房ですよね。冬は冬でこう暖かいです。で常についてるんで、このフロア の床の下にも断熱が入ってるんで、このタイルも暖かいですね。まあ暖かいというか、24度であれば24度、壁も24度、天井も24度ということになっているので、もう家に入った瞬間は暖かい。
ということなんですね。私たちは結構、十数年前から取り組んでましたけども、まあ、その頃はすごい家やねって言われましたけど、まあ、今はどっちかというとこの高機密高断熱というのはもうスタンダードで、その中でも今度はどう設備をうまく使っていくかと、技術の競争になりすぎてるんですけど、まあ、過剰にそこまで考えなくてもいいかなと思うんですけど、ある程度やっぱり快適にどう住むかというレベルでいいかなと思いますので、まあまあほどほどに合理的なのは、まあ私たちは OMX というのを採用しているというようなところになります。全館空調と高気密高断熱活かしているかというようなお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。参考になったということであれば、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。